高校の監督の小坂監督だと思います。野球面でもそうですけど、まあ、一番は本当に人間性っていうのを一番教わった方なので、自分の中で一番の恩師っていうか本当に尊敬する方です。村上投手の試合を見てるときってどういう気持ちでご覧になってるんですか？勝ち投手になれっていう風にしか見てないです。あ、5回までちゃんと投げて、でもやっぱりその巨人を抑えてから自信になったんじゃないですか。今まで2軍で投げてて、結果は出てたんですけども、1軍に上がればまあ、かなり打たれてたん で今年ちょうどあの巨人戦の前に あいつから連絡あって今日投げますっていうことを言ったんで、頑張れよと言ったんですけど、で岡本がね、あの2つ上におるんで、岡本打つなよというふうにはだけは思ってましたけどでも勝ち負けはもうあれですけど、あのいいピッチングできたので、まだ次チャンスもらえるのにちゃうかなと思ったんで、立派やと思います、はい、もうあれでちょっと自信つけたら、まあ、初勝利とかそういうのは上げれるとは思ったんですけども。シーズン中もやり取りっていうのは結構されてるんですか？ラインだけとりあえず入れた気がしますけど、まあ、それ以外のことも、ね、あの送ると迷惑にかかってもいいなんで、めんどくさい言われてもいいな例えばどんな文明を送るんですか？初勝利した時はほんまにね、あの最初に勝ち負けつかなかったですけど、あのピッチングがお前にとっても自信ついてよかったし、あのまっすぐの質がちょっと本来のあれに戻ってきたんじゃないかなと思うんですよ。もともとのまっすぐの質がいいですから、回転数が多いんで、まあ、浮くというかバットの上の方に当たるんでファールになったり、あの空振り取れるんで、まさかね10勝して MVP になって新人を取るとは、まあ、予想もしてなかったので、ちょっとあいつもこう天狗にならないようにだけはしようかなと思ってますけどあれも可愛いやつなんで、はい、なんですけど。高校時代からご覧になっていて、はい、村上投手の一番の魅力っていうとどういった部分になりますか？マウンドでの度胸じゃないですか。あの高校の時から本当にその周りに、ね、左右されず、どうもせず、はい、淡々と投げたので、まあ、そこはもう全然変わってないので、まあ、いいかなと思うんですけど、周りにちょっとバックにね、ちょっと笑顔で 声かけるのを見ると、ヘラヘラするんだっていうのは思いますけど、あ、それはその動じてないから、笑顔が出てる、はい、っていうことなんですかね。野球では緊張することないんじゃないですか。テレビでたまにこう見たら、なんか緊張しますとか言ってますけど、それ緊張するやと思いながら。第一印象って覚えてらっしゃいますか？まあ、入ってきた時に、まあ、ピッチングもさすじゃないですか。でタフなんで、この子はもう本当に1年間絶対投げれるわっていうあれだったんで、もう1年でもうメンバー入れて投げさすようにはしてましたけど、まあ、でも甲子園ちょっとちびってましたね、その1年生の夏ですか。岡本がちょうど、3年生ですね、はい、この時はちょっとちびってましたけど、まあ、点は取られなかったんですけど、はい、高2の秋ですね、近畿大会で負けて、まあ、もうちょっとあの返事もおろそかやったんで、まあ、いつかやらさなったんやみたいな感じでちょっと怒って、はい、まあ、そこからちょっと変わりましたね、はい、素直になりましたし、30分ぐらい怒りましたね、はい、泣いてました、はい、あんだけ言われるの初めてじゃないですか。高校に入ってきて怒られることもあんまりなかったんで、あの時ですね、もう自分で一人でやってるみたいな感覚になってんじゃないかなと思ったんで、練習の態度も変わりましたし、やるね、その背中で引っ張るという意識がものすごく高くなったというか、選抜優勝につながったんじゃないかなと思います。悔しさからの選抜っていうのは、もうこいつに
託そうって思ったのはどういうところですか？多分選抜始まる前に他のピッチャーもおったんですけど、でもやっぱりそのゲームをちゃんと整えるのは村上頌樹だったので、一人で投げ切れということを言ったら本当にもう5試合の全部投げ切ったん で最後打ちましたし、はい、ツーベース打ちましたし、もう村上で始まって村上で終わりました。印象的なエピソードとして、はい、道具の大切さ、はい、道具を大事にしろって言われたこともすごく印象に残ってるって話してたんですけど、はい、そうですね。でもあれじゃないですか、選抜で打ったでしょあいつ、はい、打ったじゃないですか。でセカンドベース付近でヘルメットを脱いで掘ったんですよ、まあ、あれをまず自分の中では優勝して嬉しいですけど、ヘルメットを掘ったのはあかんっていうことがずっとあったんで、はい、それはもうすいませんっていうことはすぐ先に言いましたね。掘っちゃいましたすいませんということは僕が言う前に先に言いましたね。へー、日頃からその道具の大切さを伝えてるから、道具掘るとかね、やっぱり バッターやったらバットを商売道具なんで、うん、またぐとかクラブを地べたに置くとかそういうことは多分しないと思うんですよ、日頃から常に起こってるんで。まあ、ここ自分ら高校生なのでやっぱりお金も稼いでないですし、自分だけで野球してるんじゃないぞ、親が必死に働いて稼いだお金でできてるんだから、そこは絶対に無駄にするなというのを言われて、あ、そうだなというふうに思って、そこから本当に道具も大切にしようとなりましたし、出会えてよかったなと思います。え、ここ室内練習場、おお、村上頌樹、これはプロ入りした時。そうですね、はい、これは助かりますよね、はい、上がりましたから、はい、また何かしていただいたらそうですね、冗談あ、2階がトレーニング施設になってるんですね。え、すごい。前側です、はい、前側と松本が、おお、前川選手と松本選手。前川選手はどんな活躍期待します？今日ですか？今日はもう本当に真面目なんで、こう頭が混乱しないようになれば生きていけると思います。スピード速いんで、でもバッティングがね一番いいと思うんで、そこはもう長所なんで、そこを伸ばしていけば根性育ってるんで。村上投手のプロ4年目、かなりハードルも上がりますよね。あ、まあ、でも来年が勝負じゃないですか。今年こんだけ活躍できたんですけども、まあ、本人の努力でもあると思うんですけど、まあ、研究されますから、研究されてさらにこう自分を磨くという気持ちを持ってやればプロで飯食っていけるんじゃないですかね、はい、このオフ智弁にも来ると思うんですけど、はい、どんな言葉をかけますか？村上様って言います村上様って言ってどう反応するか謙虚やれっていうことを常に言ってるんで、うん、まあ、そこはもう分かってみないですか、はい、一度怒られちゃうんですから。智弁学園時代の思い出の味はありますか？思い出の味はあれですね、トラヤのいちご大福ですね。誰に聞いてもそれ浮かべるんじゃないですかね、智弁学園の子は、はい、こんにちは、今日はよろしくお願いします。お願いします。いただきます。クリームもちょうどいいですね。で、この夕日のもちもち感、食感も幸せいっぱい。今年の村上投手の活躍はどういう風にご覧になってました？いや、もうすごくて、もうね、もう
すごいしか言えないんですけど本当に嬉しいです。なんか来てくれてた子がなんかあんなねすごい活躍で MVP も取ってで新人を取って防御率ももうなんかオールスターも出てたし、はい、まあ、もちろん優勝もうすごい、いやすごかったです本当に。やっぱり選抜優勝した時の安定感っていうのを覚えてるので、村上君が投げる日は勝てる、はい、もうそれが常識やったね、智弁学園の、あの選抜の時はもう。去年も12月の半ばにあの前川君と2人で、はい、来てくれました。先輩後輩で。そうなんです。どういう話したかとかって覚えてますか？いやもう来年は絶対活躍しますみたいな話をあのしてたんで、今年こそ一軍でなんとか、うん、あの活躍できるようになりたいって言ってて、はい、それが実現できたので本当に嬉しかったです、はい、活躍どころじゃない活躍でしたもんね。もうすごかった、本当すごかったですね。2024年シーズンはどういうシーズンにしていきますか？は今年以上のものを求めてやっていきたいので、本当に貯金が4つしか作れなかったので、もっともっと貯金を作ってチームが勝てるようにっていうのが一番の目標にしてやっていきたいと思ってます。